あとなんかさ、私がなんか YouTube のさコメントになんかアルスちゃん動物園でさ、コアラが臭かった夢を見たみたいな、なんかアルスちゃんと動物園に行ってコアラの場所が臭くて、うわ臭いって二人で言う夢を見たっていう話したと思うんだけど、じゃあなんかマウスコアラの匂いやお前みたいなさコメントがあって、絶対そのそういうコメントしてるおじさんのマウスの方が臭いぞ絶対臭いと思うよ。であとヨイチマウス臭いのわらって言いながら、多分ちょっとやべえ俺も臭くないかな、スンスッが臭っってなった人もいると思う。絶対いると思う。意外と臭いからね、気をつけろよな、マジで。あー、マウスに匂いがつくというかね、マウスのグリップテープ、そうサイドのなんか貼り付けるやつ、ウレタンゴムみたいなやつをガチで臭い。貼ってるとマジで臭くなる。でもね、貼ってるとFPS やるときは本当ね、円は良くなる、握りやすくて。なんか最近 FPS やってないけどおかしいな。あ、そう、テニスとかのグリップと同じことになってる。そう、そういうこと。毎日拭いてんだけどね、アルコール除菌で。ロリやってからガチで臭くなった。てか新しいの買おうかなってレベルでね、もうなんか嫌になってるこのマウスのこと。でも私毎日のようにさロールやってんじゃん、マジで毎日のように親指が臭くなるんだよね。しかも親指だけなんだよね、本当にそれが嫌だあと毎日ゲームやってるから毎日親指が臭くなる。手洗ってんだよ、いっぱい。ゲーム終わったら手洗ってるわ。自分のいい塩梅でイレリア上手になるからさ、そのうち1年後とか8年後かもしれないけど、そしたら私50歳か。50歳か。打足さんは53歳。53歳になっても、屁を出て、屁を出してやばって言ってる打足さんであってほしいね。打足さんって、やっぱウォシュレット使ってんのかな。やっぱアルスちゃんがうんち漏れちゃうらしいって言ってたからな。5秒ね。そう、ウォシュレット使ってるかもしれん。打足さん地持ち字か、何字なんだろう。トイレの座りすぎでイボになる。え、そうなの。私めっちゃトイレ座るけどイボじゃないよだよこの情報。私学生の頃お腹が痛くなるともうマジで15分とか30分トイレかかることが常で、当時付き合ってた人をもう30分くらい待たせてたね よく嫌われなかったなって感じだ。このスタンプ普通にうぜえな、やめようかな。使われたらイライラするんじゃないかと思ってきたんだけど、大丈夫そう。これでミニオン落とすたびに、マイナス1って言われたら普通にイライラする。それがもう嫌だもん、そのカセンさんのマイナス1。